TOEIC の試験に向けて本気で勉強しようと思ってこちらの本を買いました。こんにちは、ミランです。こちらのチャンネルでは僕が日本で経験したことを学んだことをはじめ、日本の魅力的な情報を世界に発信したり、そして世界の情報も日本語で発信しています。それに加えて最近学習している TOEIC 翻訳実務、そしてプログラミングの動画もですね、これからこちらのチャンネルで皆さんに共有していければと思っています。少し前の動画でも話をさせていただきました。僕が日本で取りたい資格の一つは TOEIC です。 TOEIC の試験に向けて1ヶ月ぐらい前から TOEIC 単語を勉強し始めています。 TOEIC 単語で自分が勉強した単語などもですね、動画を撮ってこちらのチャンネルでアップしていますので、もし単語、TOEIC 単語を勉強したいという方はですね、少しでも参考になると思うので、そちらの動画を見てください。今年もしくは来年、TOEIC の試験を受けてみようと思ってですね、これから本気で勉強し始めようということで、TOEIC の本1冊を買いました。どの本買おうかと思ってですね、ネットでいろいろ調べました。TOEIC の本ですね、たくさん、ネットでは売られています。例えば、文法だったり、あと単語、そして、問題集とかですね、さまざまな本がありました。その中でもですね、僕が今回買った本は、これから、開けてみたいと思います。はい、僕が今回買った本はですね、公式TOEIC リスニング&リーディングの問題集です。この本にした理由はですね、実際本番、試験本番でですね、どんな問題出るのかというのを事前に知っておこうということと、あと動画とかでも紹介されてたり、してたのでですね、一冊目としてはですね、こちらのリスニング、そしてリーディングを一冊はとりあえず解いてから試験を受けようと。で、その後に結果を見てですね、試験の結果を見て、どこが課題なのかなども見つけて、そこをちょっと強化していこうと思っています。なので今回買ったのはこちらの公式TOEIC のリスニング&リーディング問題集9という本になります。